行くよ、ブロッサムフレア。ちょっと行くよ、ブロッサムフレア。you
いつでもよ。この値段ありがとうなのさ。またいつでも寄ってみるの。トン！えい！えい！なになに？トン！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 
何をしようかな。いいものあるかな。これでいいかな。これでオッケー。何を、何か売っちゃおうかな。入りな。少しは遠慮しろ。これで元気いっぱいだろ。シュート！えい！
大変でした。当然マスターはケロッとしていたがな。むしろいろいろな罠があることを楽しんでいましたわね。超ポジティブ。ある意味無敵よね、ひなたちゃんって。もういい。こうなったらジュリちゃん自らあなたを倒すんだから。水瀬さんとはいろいろあったけど、今は言葉を交わすより思いっきり戦った方がすっきりしそうだね。よし、相手になるよ。余裕ぶってんじゃないわよ。絶対泣かす。
ジュリちゃん、本当はもうわかってるんでしょ？犯人はひなたちゃんじゃないって。大庭園があんなことになって一番悲しかったのはあなたよね。だからついあんなこと言っちゃって後には引けなくなっちゃったんでしょ？でも意地を張るのはもうおしまい。みんなにごめんなさいしましょう。水瀬さん強いね。油断したらやられてたよ。あなたが仲間になってくれたらすごく頼もしいな。庭園が枯れた原因もきっと見つけられると思う。それでさ、庭園が復活したら水瀬さんのコンサート私も見たい。あんなに一生懸命練習してたんだもん。きっと最高のコンサートになるよ。当たり前でしょ。ジュリちゃんのコンサートはいつだって最高なのよ。そっか、じゃあ楽しみにしてる。ほんとムカつく。やっぱりあなたのこと絶対泣かす。ジュリちゃんだから特等席で見なさいよ。ん？コンサート特等席で見ろっつってんの。そこで今度こそ泣かす。あなたの顔感動の涙でぐっちゃぐっちゃにしてやるんだから。うん。その前にジュリちゃん、今までいろいろ意地悪しちゃってごめんなさい。いいよ、これからは一緒に頑張ろうね、ジュリちゃん。そのじゃんけんで私といいことしようぜ。よし、いくよ。私に勝てるか？じゃんけん、ファイ！そんなバカな。やったやった。やるじゃないか。結局、劣化の聖堂では強いモンスターさんは見つからなかったね。そうね、精霊さんが倒してくれたのかしら。どうしました、マスター？うん、大庭園の花、だいぶ元通りになってきたなと思って。このまま行けば、ジュリちゃんのコンサートも開催できそうだね。できそうじゃなくて、するの。おい、お前ら静かにしろ。今フローラ様がお昼寝されているところです。ふふふ、とっても可愛らしいのです。庭園が花でいっぱいになったから安心してくれたのかな。なられました？どうしたの？震えてるみたいだけど。怖い夢見たの。劣化の聖堂でお花がすごく苦しんでる。闇の力で邪悪な姿に変えられてく夢。劣化の聖堂って今探索してきたところだよね。どうします？もう一度様子を見に行ってみましょうか。
お花も増えてきて。